ソグディアナ・ソグディアナは、中央アジアのアムダリア側とシルダリア側の中間に位置し、サマルカンドを中心的な都市とする、ザラフシャン川流域地方の湖名。バクトリアの北、ホラズムの東、皇居の南東に位置する地方。現在のウズベキスタンのサマルカンド州とブハラ州、タジキスタンのソグド州に相当する。イラン系の言語を話す。 ソグド人と呼ばれる民族が居住したことから付けられたギリシャ語、ラテン語の名称で、西から見て、オクサス川の向こう側にあることから、トランスオクシアナとも呼ばれる。中国の歴史書では、続々と記されている。もともと、イランとの政治的、文化的なつながりが深く、アケメネス朝時代の紀元前6世紀には、ペルシア帝国に併合されてその地方州となった。この時、 ソグディアナにアラム文字が持ち込まれ、後にソグド語がアラム文字で表記されるようになった。アケメネス朝の滅亡後はマケドニア王国のアレクサンドロス大王に征服され、その死後は南に位置するバクトリアの地方州とされた。内陸アジアの東西交通、南北交通の要衝であることから、周辺勢力の侵入が著しく、さらに、 大月市、皇居、クシャーナ朝、エフタル、特決など、周辺の遊牧国家の支配を受けたり、サーサーアンアサの下で、イランの支配に服したりした。住民のソグド人も、交通の要衝であることや、強大な遊牧国家の参加にあることを生かして、公益活動に従事するようになり、都市文明が繁栄する。8世紀には、アラブ人によって征服され、イスラム教を授業した。 アラビア語では、川の向こう側にある地方を意味するマーワラーアンナフルの名で呼び、やがてこの地名が定着する。イスラム時代には、言語的に近世ペルシア語を用いるようになって、ソグド語が廃れ、イランとの文化的なつながりをより緊密にした。後には、言語的なテュルク化が進み、ペルシア語の一種であるタジク語とテュルク諸語のウズベク語が話されるようになって、現代に至っている。 太とは、東大の、徳津秋武きに数えられている都市。ありがとうございます。